タカニスベイは、アメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の35番艦。艦名は、アラスカ州、ヤコビ島のタカニス湾にちなんで命名された。タカニスベイは1943年12月16日に、ワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1944年3月10日に、オールデン・アール・サンボーオン夫人によって浸水し、 1944年4月15日に AR ブレイディ艦長の指揮下収益する。成長後に高ス米はサンディエゴから西海岸で停戦の1945年8月まで作戦活動を行う。パイロットの認証試験を行い、1944年5月24日から1945年8月28日までに。 タカニス・ベイは2509名のパイロットを認証した。その後ハワイへ向かい、太平洋艦隊空母輸送部隊に配属される。二度の巡航で1300名の機関兵をサンディエゴに送り届けた。9月後半にタカニス米は・ベイはマジックカーペット作戦に加わり、サンディエゴで800名分の信頼が増設された。タカニス・ベイはハワイへの二度の航海と東京湾への二度の航海を、 行い、機関兵を輸送した。タカニスベイは1946年1月2日に、最後の航海を終え、カリフォルニア州サンペドロに到着する。4月にピュージェット湾に移動し、不活性化される。タカニスベイは1946年5月1日に、退役し、保管中の1955年6月12日に買うマイナス89へ、艦視変更される。その後、 1959年8月1日に除籍され、1960年6月29日に、イリノイ州シカゴのハイマンミハエルズ社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。